このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。田中行政書士の不動産大学ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである田中行政書士が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで、今日も皆さんおはようございます。ごめんなさい、おはようございますというのは今朝撮影しているのでおはようございますと言っております。ご了承ください。すいません、田中行政書士、今日もですねゴールデンウィークでちょっとお休み中なので、私釈地釈迦法様と申します。よろしくお願いいたします。知らないという方はぜひ釈地釈迦法シリーズをご覧ください。ということでですね、一応断っておきますが、田中行政書士 VTuber になったわけではございませんのでご了承ください。あくまでゴールデンウィークのお休み中で代打をやっております釈地釈迦法でございます。ということでですね、よかったですよ、最近ですねコメント欄の方に私のことですね温かく迎えてくださるコメントが多くてとても嬉しいでございましゅ。ということでですね、今日は私も調子に乗りまして、皆様にですね宅建の試験勉強をですねぜひ、かかどっていただければと思いまして、発注制限のところをですね徹底的に強化させていただければと思いましゅ。ということでですね、今日は発注制限のですね問題、クーリングオフですとかその辺のですね問題を一気にですね皆さんにお出ししたいと思います。ということでですね、早速行ってみたいと思います。いきますよ、では VTR スタート、スタート、よろしくお願いします。いきますよ。平成12年問41、売り主は宅建業者である A、 買い主は宅建業者ではない B とする宅地の売買契約について、 B が宅建業法第37条の規定に基づき売買契約の解除を行う場合に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。いきますよ。 A が一覧の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所で B に契約に関する説明を行い、翌日 A の事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、 B は当該売買契約を解除することができる。はい、どうでしょうか。いきますよ、答えは丸です。今回の問題チェックポイントはホテルのロビーです。ここは事務所等に当たらないので、ここで買い受けの申し込み、契約の締結が行われた場合はクーリングオフの対象となります。では過去問を活用しますよ。宣伝のみを行い、売買契約の締結や申し込みを行わない現地案内所で申し込みをした場合、クーリングオフはできるでしょうか。ここも結構ポイントなんでございます。いきますよ、これ答えはできます。クーリングオフ可能です。なぜなら事務所等に当たらないからです。こういう問題結構出ますよ。ここで重要になってくるのがさっき言ったですね、事務所等の定義です。これを思い出してください。土地に定着した案内所、モデルルームなどで、さっき言いました宅建士の設置義務がある場所で、つまりですね申し込みや契約を受ける場所ということです。ですからですね、これを受けないんであればですね、事務所等に該当しないということです。要するにクーリングオフができちゃうということです。これ問題文でですね、宣伝のみを行い、売買契約の締結や申し込みを行わない現地案内所ってすごい回りくどい言い方をしてくるんですけれども、これは要するにクーリングオフができる場所ですよっていうことを案に言っているんでございます。最後の確認でもう一問いきますよ。平成6年問42、宅建業者ではない買い主 A が宅建業者である売り主 B と宅地の売買契約を締結した場合における、宅建業法37条の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち正しいものはどれか。いきますよ。 A は B の現地案内所、過去テント張りで買い受ける申し込みをし、その翌日 B の申し出により A の自宅で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。はい、どうでしょうか。これもよく出る問題です。答えは×です。はい、いきますよ。これチェックポイントはテント張りの案内所です。はい、これよく出ますよ。これは土地に定着する建物ではございません。何しろテントですから。ですから事務所等以外の場所に該当します。つまりクーリングオフができる場所ということです。事務所等以外の場所で買い受けの申し込みをしていますので、たとえ売買契約の場所が宅建業者の事務所であったとしてもクーリングオフはできるんです。よって A はクーリングオフによる解除ができるということになります。要するにですね、買うという意思決定をどの場所でやったのか、これがとっても重要なんです。通常は意思決定が申し込みという単語で表現されるんですけども、1個前の問題のようにですね、申し込みがなくていきなり契約締結っていう風にですね選択肢で言ってくる場合もありますので注意してください。通常はですね、申し込みをして契約なので申し込みをどこでやったかっていうのを見ればいいんですけども、書いてなければですね契約のところを基準に判断するとか、そういう感じになってきます。ちなみに実務上の話をしますとですね、投資用の分譲マンションなんかをですね売ってる業者なんかがですね、顧客をですねファミレスとか喫茶店なんかに呼び出してですね、長時間営業をかけてですね、買ってくれ買ってくれみたいな
なですね行為をですねして、それが問題になるっていうケースがよくあります。これですねクーリングオフされますからね。ファミレスですとか喫茶店に顧客をですね半ば監禁したような感じで営業をかけ続けるとですね、結果的にですねお客さんがですねトイレに駆け込んでトイレから警察に電話をして警察呼んだっていうケースもですね結構あります。これ私も知ってます。そういう風にですねもう営業ノルマに追われてしまうとね、お客さんをですねファミレスからもう返さないみたいな、買うって言うまでですねそこで営業をかけ続けるとかですね、そういうこともあるんです。そんなことまでして申し込みを取ったところでですね、結局クーリングオフされたらあんまり意味がありませんので、その辺よくご注意ください。令和2年問い23、建物の電気工事にかかる請負代金は1100万円、かっこうち消費税額及び地方消費税額100万円とする旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1100万円である。はい、どうでしょうか。ね、税金の問題嫌ですよね。大丈夫ですか。落ち着いて考えてくださいよ。よく考えてください。言いますよ。答えは×です。次に該当する課税文書には消費税額等は記載金額に含めません。消費税額及び地方消費税額括弧消費税額等の金額が区分されて記載されている場合、そして税込み価格及び税抜き価格の記載により消費税額等が明らかである場合、選択肢はですね思い切り記載したって書いてありますから、工事請負契約書の記載金額は消費税額等を除いた1000万円、これがですね印紙税の課税標準になる金額ということになります。ご注意ください。平成17年問35、宅建業者 A が自ら売り主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定に違反するものはどれか。なおこの問いにおいて A と C 以外のものは宅建業者ではないものとする。選択肢いきますよ。 A の所有する土地付き建物について E が賃借していたが、A は当該土地付き建物を停止条件付きで F に売却した。はい、どうでしょうか。違反するでしょうか、しないでしょうか。いきますよ。答えは違反しないです。ここでコメントいきます。クランクランさん、ありがとうございます。他人物売買の停止条件付きでモヤモヤしています。答えは違反しないとあります。この場合は自己所有の物件を売るのだから停止条件付きでも OK ということでしょうか。停止条件付きという言葉に惑わされています、ということでございます。はい、皆さんこの方にバシッと教えてあげられますでしょうか。私ですねこんな感じでこの方に返信をしています。こちらです。コメントありがとうございます。これは単に停止条件という単語を出しておけば誰か引っかかるだろうという安易な引っ掛け問題です。答えは単純に自分の所有物を売っているだけなので普通に OK というだけです。停止条件だろうがただの売買契約だろうが同じです。こんな感じでございます。詳しく解説しますよ。この問題、他人物売買のハッシュ制限に絡めた引っ掛け問題です。他人物売買に関する宅建業法の規定は、自己の所有に属しない宅地または建物の売買を規制する規定です。選択肢だと A は所有する土地付き建物を E に貸しているだけなので、所有権は A にあります。ですから他人物売買なんかではありません。まあ難しく言うとこういうことなんですけども、これですね状況をイメージすると実務でもとっても役に立ちますし分かりやすいです。この問題簡単に言うと、宅建業者が所有している満室のアパートを売却することはできるかということを聞いているだけなんです。何の問題もございません。むしろですねよくやる手法です。これはですね宅建業者がアパートを自社で建てて満室にした上で投資家にですねそれよりもちょっと高くして売るとかですね、そういうケースよくあります。今回の問題はこのアパートを売却するときに停止条件付きで F に売却したっていうふうに言ってますけども、これも何の問題もありません。というかこれもよくやります。例えばですね、宅建業者が5000万円でアパートを建てて満室にした上で7000万円で投資家に売却するとします。投資家は個人ですから投資ローンを使います。売買契約書にはローン特約を入れます。つまり売買契約するけれどローン本審査通過できなかったら白紙にするね。これが停止条件付き売買契約です。選択肢ではこれを業法違反かどうかっていうふうに聞いています。業法違反ではございません。みんなやっています。この問題は停止条件付きという単語を出しておけば誰か引っかかるだろうという安易な引っ掛け問題なんです。ではですねここで皆さんに質問です。いいですか。この問題正解できたからはいもうこんなんちょろいとかそういうふうに思っちゃダメですよ。いいですか。出題者はなぜ停止条件付きという言葉を出してきたのでしょうか。これがちゃんと理解できていればハッシュ制限かなり理解が進んでいます。いいですか。答えはハッシュ制限の例外の例外だからです。はい、意味わかりますか。ちょっと何のこと言ってるかわかんないと思った方よく聞いてくださいよ。詳しく解説します。宅建業者は自己の所有に属しない宅地建物について自ら売り主となる売買契約かっこ予約を含むを締結することができません。これが原則です。ただこれには2つの例外があります。はい、覚えていますでしょうか。いきますよ。答えは
こちらです。1、宅地建物を取得する契約を締結、括弧売買予約でもか。で、2、未完成物件で手付金等の保全措置あり。このいずれかであれば例外的に売買契約を締結することができます。ただし、この例外にさらに例外があるんです。1の部分です。たとえ取得する契約を結んだとしても、それが条件付き契約である場合はダメなんです。そうなんです。この部分で条件付きという知識が出てくるんです。もうお分かりですね。この部分を条件付き契約イコール違反するというですね、安易な覚え方をしていると、さっきの問題が出てきた時に、あ、条件付き契約だから違反するっていう風にですね、選択して失点してしまうんです。こういう覚え方は絶対にしないでください。宅建試験はこういう風に単語と知識を直接結びつけようとする受験生をですね、どうにかして引っ掛けようとしてきますので、こういう覚え方は絶対にしないでください。本番で失点するとこれはショックすごく大きいです。よくご注意ください。実はですね、この問題の別の選択肢でもこういう風に聞いてきているんです。こちらです。 I の所有する宅地について A は I と停止条件付きで取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件について J と売買契約を締結した。はい、これどうでしょうか。違反するでしょうか、しないでしょうか。いきますよ。これは違反します。はい、これは違反します。 I と A の間の売買契約は停止条件付きです。停止条件付きの場合、他人物は売買できません。なぜならその宅地を A が取得することは確実であるとは言えないからです。ですから条件が成就する前に J には転売できません。やったら業法違反です。そういうことなんでございます。いかがでしたでしょうか。ゴールデンウィーク皆さん遊んでますか。たくさんですね、勉強するのもいいんですけども、できるだけですね、遊んで気分転換していただいて、最後にですね、夜でわけでもいいんで、ちょこっとですね、勉強していただいて寝ていただけるといいと思います。何もやらないのはダメですよ。必ずちょっとでもいいのでやりましょう。これが田中行政書士からの伝言でございます。マシュルということで、また明日、また明日。